島嶋博之、上林誠司、山本康弘、板山雄太郎、牝打解消へ中日ドラゴンズ入り。ファンの反応は？牝打解消になります。とうとう廃品回収業者になったんか、この球団。手当たり次第か。中日の歴史に残る立浪再生工場の誕生やな。なんか設立時の楽天みたいになってきたね。課題を戦力外になった選手で補おうとするのはなぜなんだ。中日は来年も観客呼べそうな補強やな。もうそっちに割り切ってるんやろ。数打てば当たる感じの取り方やな。良くも悪くも寄せ鍋みたいなチーム編成ですね。山本はともかく、板山は開幕1軍やってんで。ストーブリーグ毎年強すぎるな。中日面白いことしかしてない。25年くらい前の阪神見てるみたい。また中日がおもろいこと始めてる。でも暗黒阪神もっとグロかったよな。若手育成はいずこい。